足利様、来訪の者がお目通りを願うております。拝圧の機会を与えても良いものと見受けられます。ならば許そう。はっ、御意に。はじめまして。神草の挨拶はこうである。乱世の今をお伝えする突撃アナ娘の戦場聞き込み。さあ、今日も足軽さんたちの日常に迫りたいと思います。運がなかったんだよ、小生以上にな。そうでなくては面白くない。そうとも、余は今命を賭している。夜な夜な高氏事項が枕元に立ち、小言を賜る。どうも、あの世がよほど退屈らしい。あっと、ついに決着です。今日も激しい戦でしたね。それではまた、次の戦でお会いしましょう。本気の出し方、思い出しちゃうぞ。王政に負けるとは、よっぽど月がなかったなかった。いや、小生が月を使い切ってしまったのか。